不思議大百科の時間がやってまいりました。本日のゲストはこの方です。はい、大島てるでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お久しぶりで本当に。そうですね、はい、どれぐらいですか。かなり、まあ、なんか何ヶ月ぐらい会ってなかったの。いやでもそんなですか、でしたっけ。前回は田中さんが、ね、ああそう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 いる時で、でなぜか村田ラムさんもああそう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 、ね、いるという、エアコンが壊れていたという。ああそうそうそう、いやじゃあ相当やっぱ前ですよ。去年ですか、音ですかな、去年ですよ、多分それぐらいですよね、はい。でこの前ね、はい、勝ちモードの児玉さんが来てくれて、児、はい、玉さんのパンフレット見たことあります。はい、いただきました。あの、はい、大島テルからのなんか脱却みたいなのが書いてる解放です、解放って書いてましたよね。そんなことがありました、はい、またね、いつかちょっと児玉さんと大島テルさんの2人の対談を取りたいなとか思ってるんですけどねその大島テルの人と大島テルからこう消す人とこう2人でっていうのをやったらめっちゃ面白そうやなと思うんですけど、まあ、よろしくお願いします。本当にお願いいたします。でなんか僕最新情報聞いたんですけど、はいはい、まあ、大島テルといえば日本では、まあ、事故物件の某みたいな感じのイメージなんですけど、はい、海外ではあの発展場として使われてるって聞いた。マジなんですか。それはちょっと話がこう どうなんですか。ねじ曲がってしまってますけど。あ、本当ですか。ちょっと本当のことをちょっと言ってください。タイで、タイで一昨年ぐらいにプチバズりしまして、現地のメディアにも取り上げていただいて、はい、まあ、ただ私が残念ながらタイ語が読めないので、はい、本当のところ何と書いてあるのか、うん、あるいは、まあ、それは翻訳ソフトに書ければいいにしても、うん、そのちゃんとした現地の新聞なのか、うん、ただのこう個人ブログに毛が生えた程度なのか自体がちょっとよくわからないんですけど、はい、まあ、確かにうちのサイトが取り上げられているということもあったんですが、その記事のおかげでバズったんじゃなくて、はい、なんか最近バズってる日本のこんなサイトがあるよっていう紹介をされたようで、順番としてはなんか逆みたいで、うん、となると、まあ、なんでバズったのかがよくわからないと、うん、いうことなんですけども、まあ、私もこう宣伝に力を入れてたんで、うん、まあ、それ自体ありがたいなというところだったんですが、よくよくその翻訳していくと、どうもその殺人事件があったとか自殺があった、うん、火事で人が亡くなった、そういう日本での使われ方と違うなと、うん、まあ、そのご遺体があったとかからどんどんこうずれていって、心霊スポットだ、廃墟だ、まあ、そのぐらいだったらまあ許容範囲かなと思ってたんですけど、もうだん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 なんか全然違う情報が集まっていて、タイの方がタイ語でタイの物件の情報を書き込んだり読んだりし合っている、たまたま運営が日本だというだけなんですけれども、内容がまあ俺はここにいるみたいな、俺の顔写真はこれだみたいな、ちょっとマッチングアプリ的な使われ方をしていて、まあそれを下田さんがこう発展場だと、多分いろんな人からと噂聞いて、それでもやっぱなるな、それに。確かに、まあ男女ですね、はい、どっちかというとマッチングアプリになってるんですか。じゃあまあやっぱりあの位置が公に、そうですよね、特に会員登録あるいはその課金不要無用な状態で書けると、掲示板的に、ただその地図だということで、まあそういうサービス日本にもありましたけど、やっぱり日本人はいろいろとこうプライバシーにうるさいんで、何にも困らないような人がなんかやたら自分の個人情報を気にしてませんか。いや、まあ確かにですね、それは確かに、いやいや、お前の個人情報特に誰も興味ないわっていうような人まで、いろいろと気にしてるのが日本だと思うんですけど、まあタイの方はもっとおおらかで、別に俺ここにいるよと、こんな顔で本名をカクカクしかじかでと、そうですね、あのタイはやりがちですね。あ、本当ですか、ちょっと私はタイ人のメンタリティは詳しくないんですけど、そうそう、あのなんか言葉を選んでおおらかって言ってくれてるんですけど、あのぶっちゃけ大雑把いやでもだからって実際、どう困るのって話なんですよ、個人情報、顔が映って何なのとは思うんですけども、うん、でただ運営、つまり我々としてはですね、うん、趣旨に反する、そう、趣旨と違いますよねということで、うん、まあ無理やりカタカナで言うとローカライズということで、日本での使われ方とちょっと違ったとしてもですね、はい、そこはまああまりこう口うるさく言うつもりはないんですけど、うん、とはいえあまりに趣旨に反するとなると、うん、まあ、削除ということになるわけですよ。はははは。それむずい
めちゃくちゃ面倒くさいですけど、まあ、するわけですよね。そうするとちょうどその書いた人からすればですね、一時自分の情報を載っけた、うんうん、でもしばらく経ったら運営側によって消してくれると、消してくれたってことで、もう余計にこう都合がいいというか、いやそうですね、もういらんわってなってる、そうそうそう、消えてるってなるわけですから、ね、そうか、自分では消せないんですか、自分では本来消せないんですけども、へえ、まあ、そこはあの掲示板も普通はそうだと思うんですけど、じゃあマッチングアプリとして今ちょうどいい感じになったんですね。なっちゃうんで、もうそこはあのムカついたんであえて消さなくしたんですけども、あ、はい、でこれはあのタイの話で、実はロシアに昔、はい、数年さらに前ですね、はい、一時プチバズりしたことがあってですね、今あのウクライナ侵攻の影響があって、うん、ちょっとこう壁ができてるようでですけれども、あのロシアはまたタイとちょっと違う運用というか使われ方があってですね、何やろう、どうも、まあ、これまた私がロシア語がわからないので、はい、なんとなくでの話なんですけど、ロシアはですね、初めはなんか廃墟系が多かったんですよ、はい、でもなんか天気悪くて古くて、なんかもともと廃墟っぽい建物多いじゃないですか、ロシアで、だから廃墟って言われてもなんかもう変わらないじゃないかと思ってたんですけど、どうもなんか取引とかあのなんかの集まりに使われてるようでしたね。ちょっとあのいけないものの売買とか、いや、それもそうなんでしょうけど、でそれもまた同様に運営である我々が消すわけですから、はい、都合よくこうちょうどええんや一時オープンになったぐらいの話なんですけど、はい、まあ、ちょうどインスタのストーリーズみたいな感じで、はい、1日経ったら消えるような感じの使われ方をしてたんでしょうけど、はい、ただやっぱりロシアは先ほどあのウクライナ侵攻の話しましたけれども、はい、あの反政府反プーチンというのが別にその日本の感覚からするとそのむしろ我々と同じような考え方だったりするんで、それをその悪いこととか犯罪者って言っちゃうのはちょっと違うかなって思いますね。あの要するにアメリカ人とかがスパイだっていうことで捕まっちゃうような国ですから、あの反政府っていうのはむしろ政治犯、我々と同じような価値観の人たちかなっていうような思いもありますね。じゃあそういう人らの集会とかで某何時みたいな感じですか、はい、なるほど、でしばらくすっと消えちゃうんで、まあ、向こうにとっても都合がいい、抵抗軍なんか明日何時某みたいな感じそうか、一時ありました。でも今はもうそれすらもどうなんですかね。今ロシアで押し回ってるサイトそもそもアクセスできない可能性があると思うので、はあはあはあ、まあ分からないんですけど、あ、自国のやつやったらやべえから日本のサイト使ってやったらちょっと足が要はつかみにくいから多分そうですね、それで使われてんねや。いや日本人でもまあアダルトサイトとかそうですけど、その海外サーバーとか海外、まあ、あのカジノもそうですけど、うん、海外外国で運営ってもうその時点なんか怪しさが増すじゃないですか、はい、ちょうど日本の会社が運営してるっていうこと自体が、まあ、外国の皆さんからすると、まあ、ちょっとその怪しいってわけじゃないんですけど、まあ、足つきにくそうとかいう、まあ、遠い存在って感じが、あ、だからこそちょっとそういうあっていうやつで使うっていうことなんや、はい、すごいな。でも国の事情そのまんますね、マジで。ただ下田さんにはなんかそれがねじ曲がって伝わってましたけど、タイのやつはいずれそうなりますっていずれそうなるって、それはまあそうですよね、多分そうなるでしょうね、はい、あ、じゃあ出会い系マッチングすごいですね、感覚が。そうですね、まあ私もあんまりうるさく言うつもりはないんで、そのカルチャー国ごとに、はい、まあ、そういう要望があるんであれば それに合わせて進化していくっていう、なんかありそう。アメリカやったらあのなんか薬物売買でボーって使われそうやしなんかアメリカとかやったらとか、はい、なんかいろいろ考えられますね。そうですね、まあ、いろんなウェブサービス、逆に日本で独自の進化を遂げているものとかいっぱいありますし、ウェブサービスから離れれば例えばアンパンとか一つ取ってもですね、うん、そのパンにあんこ詰めるとかもうその時点でも欧米からすれば意味が分かんないわけですから、なんか今じゃ和食和菓子みたいな
顔してますけど、うん、パンですからね。もあ確かに確かに。だからそれをおかしいじゃないかって言うんじゃなくて、うん、まあ、独自の発展を遂げるのを見届けようじゃないかという思いはありますね。あのスペインに行った時も、はい、ドラ焼きって書いてるパンがあったんですよ、はい、と思ってでこれ何って聞いたらドラ焼きって言っててドラ焼きなんやと思って食べたらドラ焼きでした。あ本当ですか。ちょっとちゃうけど。なるほど。でもまあ、うん、パン生地のどら焼きみたいなスペインポルトガルあの辺りだとこう天ぷらとかカステラとかもう大元は向こうですからね。ありますもんね。いやありがとう、なんか貴重な話いただきました。ありがとうございます。こんな話になっちゃった。いやいやこれはでもねなかなかおもろい話ですよ。ですちょっとまた次回も出てください、はい、次回はじゃあその日本の、はい、まあ、あの本当に大島テルトの運営している中でのちょっといろいろあった話をちょっと聞かせてもらいたいと思って、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。